どうも、みなさん、こんにちは。キョウキョウです。今日なんですけども、皆さん、ちょっと見てほしいのが、僕がね、見たとき、世界ランキング、38位ぐらいだったね。ちょっと待って。探します、探します。38位。あ、この人。この人、46位の人。今ね、ジャニー・ダ・アークさんが使ってる、このスパーキーデッキ。今ね、僕もちょっと使ってみたんだけど、めっちゃ強いし、なんかね、トリッキーな感じがして、めっちゃ面白いんですよ。で、あのね、スパーキー、僕、コピーしちゃったんだけど、スパーキーが、まさかの、あの、クラロワの API あるじゃないですか。なんか、いろいろ分析データとか見れるやつ。あれで、あのね、スパーキーの勝率が 55%。マジ？今、スパーキーの時代来てんすよ。あのね、ちなみに、あんまり流行ってないカードとかだと、40% とか 35% とかなんだ。で、あのね、エリババちゃんは 7% でした。かなり低い。で、その中で 55% なんで、そのわけってさ、51% で勝っていけば上がってるじゃん。なのに、55% だから。これめちゃくちゃ高いんですよ。ということで、このデッキ、いや、お前ちょっと下手くそだけど、使わせてください。面白いんでね、いきます。でん！いや、マジで面白いよ。うん、あの、スパーキー使いとか、あとはなんか、そのなんか、若干の中型枯渇あるじゃん。よろしく。なんか、バリバリの高回転枯渇じゃなくて、なんか、ちょっとした枯渇デッキ好きな人。うわ、マジおすすめっすね。で、どうすね。これ、まあ、なになになに、それ、なに、その感じ。その感じ。その感じ、なに？うわ、待って、キオスパじゃね？キオスパ感あるよ。違いますね。全然違いますね。全然違いますね。いやいやいや、きつい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 。いやいや、ギリ、あー、レイジが、レイジが痛い、レイジが痛い、痛い痛い痛い、結構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 痛い。まあ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 、すごいっすね。すごい。なんか、俺なんか対応できなかった、全然。ちょっと、ここで、よろしく見せましょう。キヨキヨちゃんの本物のスパーキー。ゴレ？どうさい？ちょっとこう進めます。たまたまっすかね？やさめがあるから、そこだけちょっと気をつけたい。ちょっとつけて、オッケーオッケー、よし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 。で、やさめあるから、ちょっとめっちゃ外します。お、負け。あー。オッケー、殺し。オッケー、オッケー。え、待って、このデッキマジで強くない？あ、これが。これなんかいけるな。入るよこいつ。オッケー。よし。よし。なるほど。これは嫌なのとかないよね。オッケー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 。いや、指示します。ちょ、ガチで勝ちたい。普通に勝ちたい。これはおそらく、さっきこれでザップって負けたんだけど、こう打っとこう。あれ、形作りたいはずなんで。で、おそらく、まあ、さすがにちょっと一回ちょっと、一回待ってもいいかな。もしかよろしく。まあ、キョスケあるから、結構、ゴレにめっちゃ立ち回りやすいですね、このデッキは。ネクロ！オッケーっす。オッケー！おいしい！二周目キョスケいきます。しゃー！ OK！ よし、勝った！グッドゲーム！よし、これ残ってんの、でけえ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 、袋叩き！袋叩き！袋叩き座オベーション！グッドゲーム！よし！まあね、よかった。これ1試合目勝ててよかったね。このデッキ強いっつってんのに1試合目負けたら嫌じゃん。よし。ま、で、ゴレって今めちゃくちゃ相性良かったんで、次行きましょう。ボン！このデッキね、僕思うのが、ハンターが2回出せるんですよ。ミラーでね。よろしく。だから、ラバーが来ても、なんかね、メンタル的に余裕がある。行きます。うわ、なんか何何何。ちょっとこれは。なんかもうお互い、なんか3、あー、なるほどね、なるほどね、なるほどね。OK です。了解です。終わりました。いきます、集中します。ディガー取るね。ディガー取る、なんかウォールブレイカーとかそういう系あるかな。これ1秒だけプロシリーズでさ、端前ウォールブレイカー読みトルネードみたいな。やだわ。ちょっと今日スケを、まあ、真ん中ら辺で
合流させたいし、合流させたいしをお見舞いして、なるほど、 OK です。なるほど、ね、OK。 OK、 おいしい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 。ただ手札に気をつけないと結構きついな。これちょっと勉強になりましたね。あ、なんでやねん、マジかー。いやでもこれでよろしくー、よろしくー、よし、ありがとう。なんでなんでなんでありがとう。コアロケットミラーポイズンでしょ、全然おいしい、全然おいしい。ただやべ、ちょっとこれ簡易的にいくか。いやー、そんな形作れなかったな。うわー、きつ、ノックバック。うわー、そんな形マジで作れなかった。残り2倍でやるべきでしたね。これは、あえて温存しとくべきだった。いや、ムカつく、いや、ムカつくな。めっちゃ、めっちゃ煽ってくんじゃん。うるさ、よろしく。注意します、ガチでぶっ倒します。はいはい、OK、 全然いいよ、全然いいよ。OK、 ありがとう、ありがとう、ありがとう。俺もありがとうって言おう。よし、助かった。いや、マジか。オッケー。お前そっち行くん。これ多分相手ぶっ壊してくると思う。いや、マジか。くれー、いや、くっそー、いやー、くっそー、いやー、うわー、許さん、こやつ。あ、危ねえ、あ、びっくりした。これでいいやつなんですよ、これいいやつなんですよ。あ、あ、くそ、ごめんなさい、ごめんなさい、ソニーさん、ソニーさん、すいません、ぶん投げてしまいました。うわー、悔しい、マジで。最後ワンチャンさあったかな、最後あのタイミングでスパーキー。うわー、てかでも俺の中であの2連ザップは良かったと思う。なんか失敗したけど、あのやっぱ心意気が大事っていうか、悔しっと、ラストいっていい、ラストいっていい、ボン、あら、いつに勝ちたかったな、マジで。めっちゃヒーハーしてきたからな、よろしく、注意します。よっしゃ、行ったりますわ。まあ、この人は何も悪くないんでね。はい、ロケット持ちで煽られるのが一番なんか来るよね来るよな、ぶっちゃけ。ホグね、ホグ。さあ、26でしょうか。違う、その後ろからボンバー、あいみょんさんの歌詞であるんじゃない、後ろからボンバーないか、ない、すいません、すいません、あいみょんさん、すいません、あいみょんさん並びに、事務所の方、すいませんでしたベビドラ、結構俺結構きついことに気づいてきた。これ、え、入るんちゃう、まさか、やった。え、これしかも、あ、オッケー、なるほど。
よしよしよし、あーやべー、あーちょっとちょミスったよ、それそれミスだよ、君、俺のミスだよ。でこれでハンターをバレルで生かしていく作戦、ハンターをバレルで生かしていく。オッケーオッケー、一発一発一発撃っちゃいなよ、ユウユウ撃っちゃいなよ、ウフウ、やべ、え、これ大丈夫、キルキルする、キル、殴ってください、ありがとうございます。これちょっとザッピングオベーションで、よし、オッケー。やっぱこのデッキなんか面白強いっすね。もうちょっとスパーキー出させていただいて、よろしくさせていただいて。おお、そういうパターンっすか。ベビードラだけ釣りたい。で、あ、意味ねえな、これ。これ、だから意味ないんだよ。これ釣れないし、意味ないんだよね、これ実は。だからこれちょっともったいなくなっちゃうな。やべ、マジか、いてぇ、うわー爆弾強いね。左のどうしても形、オッケー、それはおいしい。よし、この形作ろう。大体多分ぶっ破してくるから、プリンスとかで、またさっきみたいな。オッケー、オッケー、オッケー、センキュー。おっしゃおっしゃ、やべえ、いやこのデッキマジでおもろい。よし、いや、いいね、待って、このデッキおすすめですわ。いや、僕作ってないけど、僕作ってないけど、いや、マジでスパーキー使いの方とか、なんかこういうちょっと特殊なデッキ、うん、僕のちょっとストックとして持っておこうかなんです。で、僕の中のその結果っていうんですか、ラバとかとまだ戦ってないからなんとも言えないけど、ちょっと空が弱いっちゃ弱いから、それがハンターミラーでどうなるかっていうのを見てみたいなと思いますね。ということで、今日もご視聴ありがとうございました。うぅ、また言うの忘れたね。もう動画のオープニングの毎回言おうとしてるんだけど、あ、出た、これね、あの1週間切れちゃうし、ちょっとキヨキヨって自分で打ちますけど、応援してくださる方、はい、こちら、キヨキヨで入力していただきますと幸いでございます。今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、こちらポチ、チャンネル登録していただけますね。次回の動画を見逃さずに、見ていただけると思います。ぜひともよろしくお願いします。そして、おすすめ動画ありますんでね、まだ見てない動画ある方、ぜひともチェックしてみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。